チャレンジ王者チャンネル、王者チャンネルをご覧の皆様、今日ね、荒川温排水編すげえ取れ高多くて、ギル釣れる、フナ釣れるで、サナちゃんもいる、でギルの刺身も食うんですが、さらに王者がですね、これ本当に JSI 止めたんですけど、 YouTuber として荒川温排水水飲むっていうんでね、これから組んでいきますわ。臭いんだよもう、この時点で臭いんだよ。なんかもうやばいの分かります、これ。水面とかなんかもうミュータントタートルズの色だもん。はい、痛い痛い、よっ、あーカモン片手じゃ無理や。ちょっと待って、ちょっと待って、一回止めるぜ。じゃあおじさん、はい、料理終わり、船は逃げたけど、最後の目玉企画、じゃかじゃん、温排水の水をきれいにして飲めるか実験です。一応これね、川の水をね、安全に飲める、まあ、水災の時とかに使える、きれいさセットってやつなんですけど、まあ、今日初めて使うんですが、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、まあ、一応原理としては、きれいさとこの水混ぜます、よくかき混ぜます。なるほど。不純物がそこに溜まります。で、上澄みはまあ飲めないけど、一応これで、ね、上澄みを飲むんだ。で、まあ、除菌チェックとりあえずします。除菌チェック、除菌チェックして、まあ、実際これがね、赤になったらさすがに飲めないんで、まあ、その時は飲みませんと。はいはいはい。で、まあ、この色だったら使用可能なので、なるほど、まあ、この時は飲みましょうかねって感じです。はい、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、これね、よく見ると、まあ、使用できる水に河川の水って書いてあるんですけど、はい、使用できない水のとこに重金属とか生活排水、工場排水書いてあるんですけど、さっきね、目の前で工場排水が流れてたんで、死んじゃう気がするけどな。まあ、ギル食ってるし、オーゲーやっていきましょう。買いたい、やっていく。ピー、大田さん、はい、ちょっといいですか。はい、一人でも多く命を救いたい。無理ー。これ、使えばいいのか。とりあえず、大田さん、多分今日制御しない可能性あるんでね、ちょっと指揮の手配とかはしとこうと思いますけど。これ入れたの、はい、今さっきガッポリ組んできた。やばそう、やばい、とろみがついてるな。これ切ったね。これ入れますよ。いや、これ入れるんでいいよ。オーゲー、合ってる。ちょっとこれなんか本当はっぽい、いいなって入れていく。デリン、それ白い粉なんですね。かき混ぜるやつあれ、お前バカか、入れたい。汚ねえだろ。いや、汚ねえだろそれ。汚ねえじゃん、どう考えても。このあれで、本当にこれ飲めるようになるんですか、大田さん。やばいね、マジで。いや、俺やばいと思うんだけど。やばいと思うんだけどとか言ってるさ。比較してた時なんかさ、むちりついて、ゆりゆうじゃ、ゆりゆうじゃ、JSM 飲みますか、バカが死ぬだろうかとか言ってきたやつ誰や。花割る多いんだな。本当に温排水っていう場所はね、花割るの。皆さん見えます？今ね、ろ過してるんですけど、明らかに汚いんですよ。浮いてんのが。汚いね。やばいって、これ何の粉なんだろう。いや、なんか地獄の釜の蓋が開いたんじゃねえかってぐらい汚いんですけど、大丈夫ですかこれ。汚ね。必勝。あ、上積み移してやんないといけないんだ。でも移せないよね、上積みだけだって。真ん中って何が入ってる。じゃあ、あれ移すか。さあ、王者さんがね、なんか越さないといけない。この
食わずに部分だけだから。すげえなんかサバイバーっぽいその腰方。とりあえずこの中に突っ込む。おい、あすげえ越されてる、越されてくー、キッキキッ気持ちいい。うっせえ、あゴミがこんなにあるよ。くっそ、全然越せてないんだけど、めっちゃ不純物浮いてる。え、これ大丈夫？合ってるの？合ってるのこれ？あ、これで越すのかな？あ、ぽいね。これっぽいな。ちょっと一回捨てます。すげえ、グダグダじゃねえ。いや、初めてやるかわかんないじゃん。ポテトマト呼んでこい。召喚、今嫁に DV 中です。死ぬー難しいな。こせてる、小指が立ってる。しょ、もう笑かすのやめろマジ。立ってんだあいつ、きっしょ。うわーきっしょ。うわでも不純物めっちゃ浮いてんだけど、これ見てよ、見て見て。いやさっき言ってた地獄のやばいんだけど。あでもめっちゃその中綺麗じゃん。で除菌剤を入れます。入れていこう。あれちょっと待って、マナワルがなんかやってんな。マジでマナワルしかいねえな、あいつやべえな。マジかよ、マナワルしかいねえ。また聞いちゃってる。じゃあ行きますよ。タイル剥げんだよ。また流れてんだけど。除菌していく。ピュピュー、除菌剤ピュピュー。はい、入れました。さあ除菌された。入れとこう。念のため、念のため二重除菌。で、この後に 10cc 取って、こっちでチェックすればいい。大げい。あ、思った以上に長い動画になるってこれ。でも DPD 試薬って言うんですかそれ。はい。まあ、いわゆるリトマス紙。でもなんかすごくいいっすね。マナー悪いな。これか、これ入れるの。くそ。お腹痛いんだよ、ね。痛くねえよ。とマナー悪釣れないくせに生意気だぜ。バシャバシャうるせえんだよな、マナー悪はな。これか。これ入れますよ。入れてこ。本当に飲める水になってんのか心配だよね。まあ、赤かったら飲まなきゃいいだけですから。待て、すでにもうピンク。でもそのピンクはいけるピンクじゃない？入れた瞬間もうピンク。
左から2番目じゃね。サングラスしてるか分かんない。カミット見てみ。ジェスは止まんないし。しかしね、まだ悪いって本当うざいですよね。あれ除菌剤の原液を飲むなど絶対にしないでください。ジャッパ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 。除菌剤入れすぎたけど逆に死ぬじゃん。俺に聞かれてもわからん。まあいいや。とりあえずじゃあピンクだったんで飲んでみます。もう入って。すげえなお前。行きます。うわあ見てるだけできつい。うわまずい。あおさん。同じ水で育ってますからね。震災の時以外できるなら飲みたくないでも震災から10年経ってね、みんなの危機意識が薄れてるからこそね、こういう啓蒙動画いいっすよ。震災の時なら正直飲めなくないかもしれない。てか、うん、これ飲料水にするしかないかなって思っちゃう。えっけ。お嬢さん、お疲れした。あとはびっくりドンキーで。タラちゃんとランチ楽しみ。お嬢さん、え、かよ。どんな濃くなってます。ちょっと待って。どんどん赤に近づいてます。ちょっと待って。さっきより明らかに赤い。さっきより濃くなってる。これ飲んじゃあかん色になってますね。え、これ飲んじゃいかない。いや、まだギリギリ大丈夫。いやでもなんかすごいんだけど不純物が。